どうも大之助です。今回は僕の好きな本テストステロンさんのストレスゼロの生き方、心が軽くなる100の習慣について、なんか心に残ったところ、印象深かったなってところを紹介したいなっていうふうに思います。このテストステロンさんっていうのは、まあ、顔出しはされてないですけど、なんかツイッターとか YouTube とかですごい有名な方らしいんですよね。なんか俺の母親がこの本持ってて、ちょっと読ませてっていうふうに借りてるんですけど、なんか名言をね100個集めてるんですよ。あのこの人が自分の人生経験を経て学んだことっていうのを100個の名言にまとめてくれてて、まあ意味が被ってるやつとかもいくつかあるんですけど、とにかくね心に刺さるんですよね。だから確かにこういう生き方とかをやってたらかっこいいだろうし、俺たちが日頃抱えてるようなそういう面倒なストレスとかも減るだろうなっていうふうに思ったので、ちょっとね俺もこの本の内容で結構救われたので、その内容の中で特に印象に残ったところっていうのを皆さんに紹介していきたいなっていうふうに思います。でまずは他者比較で幸せを決めるのをやめるっていう言葉、これ結構響いたんですよね。他人との比較でそのなんか自分の幸せを考えようっていうふうに思ったところで、結局なんだろうね、自分の人生に集中した人間が最後に笑うわけなんですよね。周りがなんだろうね、週休、周りがブラック企業で、だから自分は週5日間の労働、週休2日でも満足なんだっていうふうに思っていても、いや嫌じゃんっていう。みんなが毎日10時間働いてるけど自分は8時間で済んでいる、ラッキーっていうふうに思うんじゃなくて、いやそもそも周りがどれだけ不幸だろうが、周りがどれだけ働いていようが、自分は毎日8時間働きたくないとか、なんかすごいさ、怠け者みたいな言い分を今俺してますけど、とにかく自分が嫌だっていうふうに思ったらそれに正直に従っていいわけなんですよね。自分が今の生活に満足を感じていないんだったらもっと上を目指していいわけなんですよね。周りがどれだけ不幸でも、自分の親とか友人とかがどれだけ苦しい生活をしていても頑張った自分は幸せになっていいわけなんですよ。周りに足並みを揃えて自分もその窮屈な世界で生きなくていいわけなんですよね。なんか副業とか新しいことに挑戦しようっていうふうに思った時に、たまに言い訳とかで、いや自分がもし有名になってしまったらその友人とか家族とかと距離が離れてしまうじゃないですかって、一緒にいられなくなっちゃうじゃないですかみたいな風に、それポジティブなのかネガティブなのかわからないようなざれ言を言う人とかいるじゃないですか。いないですか皆さんの周りには。確かに人間は人生のステージが上がると関わる人間関係が変わるわけなんですけど、本当に自分の家族とか友人が大事なんだったら、俺はまず自分が上に上がって、その得た知識とか経験をもとに自分の友人たちが困っている時に手を差し伸べられるような人間になることの方が重要なんじゃねえのっていうふうに思ってるんですけど、そういうことを言う人とは俺はもう一生縁はないだろうなって、関わらないだろうなっていうふうに思うんですけど、他にも承認欲求とかね、どうでもいい人たちからチヤホヤされたいとか、ブランド品とか車とか、あとなんか公務員とか大企業とか銀行員とか、20代のうちに結婚するとか、そういう日本社会の中で当たり前だっていうような生き方とかあるじゃないですか。でそのレールから外れた人たち、ドロップアウトした人たちをバカにするみたいなね。けど周りに何と言われようが、人それぞれ価値観って違うんだから、好きなものとか違うし、音楽好きでもオーケストラが好きな人もいたら、ロックバンドが好きな人もいたら、なんかいろんな好みあるわけじゃないですか。演歌だってあるしね。世の中には多様性っていうのがあって、性自認だっていろんな性の多様性だってあるじゃないですか。いろんな人たちがいるからこそ、いろんな業界とか業種とかに需要が生まれて、いろんな雇用とかも生まれてるわけなんですよね。てかいろんな考え方があるからこそ、その人間はポケモンで言ったら炎タイプ統一にしていたら水タイプの敵が出てきた時に詰んじゃうかもしれないじゃないですか。脳筋ばっかの人間じゃなくて、賢い人とか繊細な人間とか観察能力の高い人とか、いろんな人たちがいるからこそ、その脳筋の人たちだけでは突破できないような問題も賢い人が突破するし、力技で突破しなきゃいけない時に脳筋の人が解決してくれるしみたいな風に、いろんな人たちがいることによって世の中っていうのは、人類っていうのはどんどん進化して発展してこれたわけなんですよね。だからこそいろんな考え方があっていいじゃないって話なのに、こうじゃないといけない、幸せの形はこれだけだみたいな風な固定観念って、特に日本の同調圧力の強い社会だと、そういう影響は大きいですよね。だけど自分の好きなようにしていいんですよって、自分の心の声に嘘をつくのやめましょうって。で何より、俺も中学生の頃いじめられっ子だったし、その時八方美人に振る舞ってたんですけど、やっぱねずっと嘘をつき続けるのってめんどくさいんですよ。自分の心の声に蓋をすると、やっぱ自分の心がどんどん死んでいくし、自分のこと嫌いになっちゃうわけなんですよね。そして人に些細なことでもいいから嘘をつき続けたりとか、例えば飲み会とかでなんかとりあえずビールみたいな風習とか昔あったわけなんです。今もあるかもしれないですけどね。ただ俺はウーロン茶とか頼むようにしたんですけど、そうするのを言えなかった時期とかも、自分はお酒そんな嫌いじゃないですよみたいな風に振る舞っているのもめんどくさかったんですよね。お酒めっちゃ弱いのにね。で無理に他人を超えようとしなくていいわけなんですよ。どんな趣味もスポーツも勉強も
やっぱ上には上がいるわけなんですよね。だから宇宙一番にならないと気が済まないのかというと、別にそんなわけじゃないでしょ。自分が幸せを感じられたらそれでいいわけじゃないですか。スポーツだってほどほどでもいいし、少なくとも他人を超えるとか他人を蹴落とすんじゃなくて、自分が幸せに至るっていうことが重要なわけなんですよね。他人を玉座から引きずり下ろしても、自分が階段を上る能力がなかったらいつまでたってもその座には座れないわけなんですよね。それよりもやっぱり階段を上り続けることが重要だから、そして自分の人生から目を背けている人間ほど他人の人生に口出ししたがるわけなんですよね。っていうことを考えたら、やっぱりネットニュースとかさ、アンチコメント書いたりとか、そんなことする時間があるんだったら、早く寝て早く起きて散歩して自分で昼ご飯のお弁当作って本を読んで副業しての方がもっと幸せになれるんじゃないのって話なんですよね。というのもやっぱりね、他人との比較って、自分より下を見たら自分は成功者なんて、成功者じゃん、自分より下はまだまだいるから頑張らなくていいやっていうふうに思っちゃうし、自分より上を見たら、うーわやっぱ天才っているんだな、自分はどれだけ努力しても無駄じゃんっていうふうに、結局他者比較って上を見ても下も見ても下を見ても行動しない自分を正当化する言い訳を探してしまうわけなんですよね。だから重要なのは、他人は何してるのかなじゃなくて、自分はどうしたいのかっていうことがを考えるのが重要なわけなんですよね。周りの意見に流されていったら一生誰かの操り人形なわけなんですよね。それに他人の評価って、その他人だって、例えば道端歩いてる人とかの顔とか名前とかを覚えてます？覚えてないでしょ。というか名前とかも知らないでしょ。そういう人たちに何て思われるかっていうのを気にして自分のやりたいことを我慢し続けるのって、なんかそれあなたの、本当にあなたのやりたいことなのって話なんですよね。職場の人たちの人間関係とかさ、いろいろ気にするのは分かるんですけど、ただ転職したらもう一生関わらなくなるような人たちに顔色を伺うのって、本当にあなたのやりたいことなのって話なんですよね。で、結局ね、自分の親だろうが友人だろうが、例えば皆さんが実家出てるんだったら、その地元の友人とか自分の親とかに会うのって年間10日もないでしょ。その年間10日親からこうと言われるから結婚するとかよりも、365日聞き続ける自分の心の声の方が重要じゃないのって話なんですよね。誰が何と言うか、最後まで自分の人生に責任取ってくれるのは自分しかいないわけなんですよ。だったらやっぱり自分の心の声に蓋をするの良くないよねということが、僕はこの他者比較をするのをやめるっていう言葉で思いましたね。他にも、あとはね、コントロールできないことに悩むのをやめるっていう言葉ね。これ心理学者のラインホルト・ニーバーさんって人がニーバーの祈りって言葉伝えてるんですけど、この本には書いてないですよ。なんだっけ、神様、私に変えられるものと変えられないものを見極める知恵、そして変えられるものに対して一歩踏み出す勇気を与えたまえみたいな言葉なんですけど、過去は変えられないし、天変地異とかも防げないじゃないですか。僕たち人間はちっぽけな存在だから、一人でできることに限界はあるわけなんですよね。とか例えば皆さんが俺のこと嫌いだったとして悪口を書いても、皆さんの顔は不細工なままだし、身長は伸びないじゃないですか。別に皆さんディスってるわけじゃなくて、臨時収入が入るわけでもないでしょ。だからやるべきことは、例えばスクールカーストの頂点でなんかすごいモテてる人に対して血の涙を流して嫉妬してたとしましょう。そういう人たちの悪口を吹聴したところで僕たちの評判が上がるわけないんですよね。むしろ地に落ちるわけなんですよね。それよりもやることっていうのは自分を磨くことだよねっていうのと同じように、その他人は変えられないわけなんですよ。それよりもその他人に納得できないんだったら、例えば自分の親が毒親で一緒に暮らすの嫌だっていうふうに思うんだったら家から出たらいいし、職場がもうゴミみたいな環境なんだったら転職すればいいし、転職するためにスキルアップの勉強をすればいいし、副業とかして収入源を増やせばいいしっていうふうに、その自分でできることあるよねって話なんですよね。俺の好きな言葉で人事を尽くして天命を待つって言葉もあるんですけど、その他人に責任転嫁しても、ただ政治家とかだってそれは裏金問題とか悪いことしてるやつらいっぱいいますよ。けど結局どの政治家だろうが、俺たちの生活ってあんま変わんないだろうって話なんですよね。それよりも自分の人生を自分で変えるんだっていう主人公感って言ったらいいのかな。そういうふうに人生の舵取りは自分で決めましょうっていうことを、この言葉からすごい悩んだんですけど、学んだんですけど、コントロールできないことに悩むのをやめるっていうね。その職場で嫌な上司がいて、そいつが性格良くなるのを待ってるよりも、自分でそのぐちぐち言われてもそいつをねじ伏せるぐらいの成果を出せるようになるだったりとか、その人のなんか嫌なことをスルーできるようになる方がよっぽど現実的だし早いと思いません？問題解決になると思いません？
で、世の中っていうのはね、やっぱ努力しても全ての物事がうまくいくわけないんですよ。むしろ一回も失敗せずに物事がうまくいくっていうふうに思っていることの方が世の中舐めすぎなわけなんですよね。絶対失敗しないようにしないとっていうふうに思ってるかもしれないけど、いや一回も失敗せずに物事成し遂げられてるならあなたは天才ですって話なんですよ。けど人生うまくいってないでしょ、ということはあなたは天才でありませんっていう話じゃないですか。にもかかわらずなんで今更自分は天才になれると思ってんのって、 なんで今更自分は一回も失敗せずに何か成し遂げられると思ってんのって話なんですよね。で、全ての人間の仲良くなれるわけもないんですよね。皆さんも学生時代の頃とか体験済みだと思うし、そもそも全ての人間と仲良くなりたい、性格が悪いさ、努力しない自分を正当化してアンチコメントばかり言ってるような人たちに俺はむしろ嫌われたいと思うんですよ。だって自分の嫌いな人たちに好かれたらそいつらがすり寄ってくるじゃないですか、話しかけてくるじゃないですか。俺そういう人たちと関わりたくないから、自分の好きな人には振り向いてほしいし、自分の嫌いな人には中指立てられたいわけなんですよね。これは自分の家族とか友人とか大事な人たちを守れるんだったらうぞうむぞうに中指立てられてもいいやっていうふうに思ってるわけなんですけど、だからこそ例えば嫌われたくないと思うのをやめるとかね、誰にも嫌われないようにっていうふうに当たり障りのない言葉を言って八方美人に振る舞うと、その自分の、パーソナリティを出さないわけなんですよ。個性を出さないわけなんですよ。で、世の中はそのこの前の言葉で僕はその多様性の話したと思うんですけど、個性があるからこそ、例えば人にとってはそれってどうなのっていう言葉もあるし、その言葉が他の人にとってはそれいいじゃんって意見とかもあるわけなんですよね。例えば何があるかな。俺は、現金決済じゃなくてキャッシュレス決済をしてるわけなんですけど、その方が二酸化炭素排出量も減ったりとか、世の中が、裏金問題とかもお金のがどういうふうに使われたのかって追っかけられるようになるから、その政治家とかが悪いことにお金使えなくなるし、ヤクザとかにもお金が回らなくなるから治安が良くなるわけなんですよね。こんなにメリットがあるんだから、しかも世界中でどんどんキャッシュレスとかやってるし、そもそもお金を盗難されるリスクも減りますよね、現金よりもね。って考えたら電子決済の方が絶対いいじゃんって思うけど、でそれに賛成してくれる人もいたら、お年寄りとかテクノロジーを学ぶ気がない人たちからしたら、いやいやそんなのお年寄りたちを置いてけぼりにしてなんて ひどいことをするんじゃんみたいな風に反対意見もあるわけなんですよね。そういう風に自分の意見を言ったら必ず誰かから反論されるわけなんですよ。けどそれでいいわけなんですよね。全ての人間に好かれようという風に思っていたら結局何もできないわけなんですよ。だからこそ、その一生関わらないようなどうでもいいやつらに忖度するよりも、そいつらに嫌われてもいいから自分の意思を貫くっていうのが重要なわけなんですよね。そしてコントロールできないことで、ね、悩むのやめるっていう言葉の人の派生として、怒りの感情を捨てるっていうのもね、例えば怒ったところで問題解決しないじゃないですか。仕事でミスしましたとかだって、そのみんなミスしたくてヘマしてるわけじゃないじゃないですか。例えば俺スポーツとかだと、いろんなサッカーとかバレーボールとかいろんなスポーツしてるんですけど、俺そのバレーボールとか下手くそなんですよね。でそれでミスった時になんか人格否定してくれとかいるんですよ。まあそういうやつは勝手にそのなんかリーダーとかに追放されるわけなんですけど、なんだろうね、そのなんかそういうやつって頭も性格も悪いなっていうふうに思うんですけど、だって例えば誰かを叱ったとするじゃないですか。で相手が萎縮して伸び伸びとプレーできなくなったら、緊張したらよりミスが増えるじゃないですか。で結局チーム全体が負けるじゃないですか。だから勝ちたいんだったら、そのミスった人に対して叱るんじゃなくて、怒るんじゃなくて、なんだろう、さっきのはこういうところでがミスの原因になったからこういうところ気をつけたらいいかもねとか、どんまいどんまいっていうふうに相手にリラックスさせる言葉を言う方が全体としては勝率が上がるのに、それができないってことは、まあ、よっぽどそのなんか、まあ、自分をコントロールする力とか未来を予測する力とかが足りてない、そういうおつむの足りてない人なんだろうなっていうふうに僕は思ってるんですけど、子供とか自分の部下とか後輩とかにも怒ったところで、その分かりました改めますっていう風にならないじゃないですか。そうじゃなくて、てかすみません失敗しましたって言ったところで、っていう報告が来た時に、その怒ったところでその問題解決しませんよね。そうじゃなくて、じゃあ何が原因でそれが起こったのか、そしてもう一回そういうことが起こらないために、繰り返さないために何をしたらいいと思うっていう風に考える方が重要じゃないですかって話なんですよね。まあ、何より怒るっていうことは自分に余裕がないよっていう何よりの現れなわけなんですよね。もちろん、なんか例えばヤンキーに自分の好きな人が絡まれていますとか、自分の大事な人を守るために自分の感情をあらわにすることとか、戦わなきゃいけない時があるのは分かりますよ。ただ、日頃静かだからこそ、日頃冷静だからこそ怒るときにちゃんとその効果が発揮されるのであって、常日頃からずっとイライラしている人は、ただの心と頭の狭い人ですからね。頭の狭いって脳みその小さい人ですからね。だからなんだろうね、世の中って、ね、自分でコントロールできないことだらけなんだから、むしろまあそういうミスもあるよねって、だって人間なんだから誰だってそういうミスあるよねとか、旅に行ったらさ、旅行とか行ったらなんか計画通りに行かないこととかたくさんあるじゃないですか。それと同じように
まあこういうふうにもともと立てていた計画とは違うことになったけど、それでも楽しいよねっていうふうに、そのなんだろうね、道のりを楽しむっていうことがね、僕たちがストレス少なく自分を成長していく上で心穏やかに過ごす上で重要なんじゃないのっていうふうに思うわけなんですけど、そしてコントロールできないことで悩まないっていう話の一つで、一つの人間関係に執着しないっていうのは、これもすごいいい言葉だなっていうふうに思いました。例えばその俺もいじめられた時の話なんですけど、やっぱり子供からしたら学校って、まあ、子供からしたら家と学校が社会の全部じゃないですか。で学校でいじめられると、まあ、社会の半分から否定されることになるわけなんですよね。だからこそ、うん、当時の俺は他に人間関係があればまだなんだろう戦う勇気とかもらえたかもしれないし、今の俺はその社会人サークルだったり副業仲間だったりとかピアノの練習仲間だったりとか英語の勉強友達だったりとか、いろんなところに自分の居場所があるから、例えばその職場の飲み会とかも秒で断るんですけど、別にお前らに嫌われたところで痛くも痒くもねえよっていうふうに思えるわけなんですよね。それも一つの人間関係、複数人間関係があるから自分は孤独を感じないからってわけなんですよね。僕が皆さんにその副業やりませんかっていうお勧めしますっていうふうに言ってるのも、やっぱり収入源が本業一本じゃなくて複数収入源があると、あの自分の命綱が会社一本に握られてない状態なわけなんですよね。まあ、あの最悪もう会社辞めたらいいし、だって会社辞めても自分で生きていけるしっていうふうになったら、ブラック企業とかでも普通に告発とかできるし、上司にがおかしいこと言ってたらそれはおかしいですっていうふうに言えるようになるわけなんですよね。専業主婦になった人たちが旦那が浮気しまくったりとか暴力を振るっていても反旗を翻せないのは、やっぱりその自分の子供を育てなきゃいけないからとか、そういう制約があるじゃないですか。とか離婚してしまうと自分が働かなきゃいけないけど子供を育てていけない、だから自分が我慢して暴力を振るわれるみたいなね、そういうふうに自分の性差を誰かに委ねているとやっぱりその環境に甘んじなきゃいけなくなっちゃうわけなんですよね。そうならないためにも自分の選択肢を日頃から増やしておくっていうことが重要なわけなんですよ。でこの本の中では、人間関係っていうのは近い人っていうのは同じ船に乗っているようなもので、なんだろうね、同じ船に乗っているとそれで相手が行った振る舞いとかでその船に乗ってる自分も身の危険がにさらされることもあるじゃないですか。ただ程よい距離があると、人間関係には適度な距離が重要って僕他の動画とかでも言ってるんですけど、適度な距離があるってつまり相手が他の船に乗ってるわけなんですよ。相手が他の船で暴れたところで、まあ、あいつ面白いなとか、あのお前、まあ、命大事にしろよっていうふうに言いながら、そのお互いフラットな状態で好きなこととか言えるわけなんですよね。相手がやることに対しても余裕を持って迎え入れられるわけなんですよね。っていうふうに、まあもちろん、じゃあお前は結婚すんなとか、あのカップルになるなとか言ってるのかっていうふうに皆さん思うかもしれないけど、別にそういうわけじゃないけど、ただやっぱり誰かと一緒に生活するとか、親友と四六時中一緒にいるとかって、それだけリスクのはらむような行動なんだよって。一つの人間関係に固執するのって、それはもちろんいいこともあるけど、たくさんあの、まあ、コストとかもはらむっていうことを覚えておかないといけないよって、そういうふうにこの本では書いてるわけなんですかね。あとは見返りを求めないっていうのもね、まあ、もちろん世の中持ちつ持たれつだしなんですけど、ただその自分が何かしたから相手は何か返ってくるはずっていうふうに思っていたら人間関係崩壊するよって話なんですよね。じゃあ人に親切するなっていうことかというと、そういうわけじゃなくて、俺も日頃から例えば両手が塞がっている人がいたら自分がドアを開けてあげるとか、エレベーターのドアを押さえてあげるだったりとか、押さえてあげるってなんか上から目線っぽいですね、押さえるだったりとか、散歩してる時に空き缶が落ちてたら近くの自動販売機のゴミ箱のところに入れるだったりとか、そういうこととかしてるわけなんですけど、ただ別に誰かに何かしてほしくてやってるわけじゃなくて、自分の心がスッキリするからやってるわけなんですよね。その俺は瞑想とか日記の習慣とかを続けることによって、7歳ぐらいの小さい大の助を信任できるようになって、自分から挨拶しろよとか、今自分の心に蓋をしたなとか、ちっちゃい大の助が言ってくるわけなんですよね。だから理想の自分だったら何をするだろうっていうふうに行動するようになって、あの心の声に蓋をせずに自分のやりたいというふうに思ったこと、理想の自分だったら何をするかなっていうようなことをすることによって、自分のことを誇らしく思えるようになってきたんですよね。自分のことを好きになれるようになってきたわけなんですよね。じゃないと自分を偽り続けると、やっぱ自分の魂が死んでいくなっていうふうに自分でも感じるわけなんですけど、だからなんだろうね、 あと他のデータとかだと、僕たちは急いでるときって人を助ける余裕ないじゃないですか。けど焦ってるときほど他人を助けると、僕たちの脳みそが、あれ人を助けるってことは、というか助ける余裕あるってことは時間に余裕あるじゃんっていう風に脳が錯覚して、むしろ生産性が上がったりするんですよ。焦ってる時って自分のことしか手につかないはずなのに、誰かを助ける方がむしろ生産性上がるって、なんか面白い結果っすよね。みたいな風に自分のためにもやっぱり人を助けることって重要なわけなんですよ。そして
人間っていうのは窮地に陥っている時に助けられたことっていうのは助けられた側を覚えるじゃないですか。だからいざという時に10人助けておいたら、そのうちの1人が自分がピンチの時に助けてくれるかもしれないねって。ただ10人中10人が何か自分に返してくれるっていうふうに思うと、あれ自分こんなに尽くしたのに相手は何も返さない、どうなってるんだっていうふうに言ったところで、いや向こうからしたら、いやそんなんあのもともとあなたの助けなんて求めてないですけどっていうふうになって、関係がぎくしゃくすることとかあるんですよね。だからお返しが来たらラッキー程度で、あのまあ人を助けるときに見返りを求めない方がいいんじゃねっていうことも書いてて、確かになーっていうふうに思ったんですよね。あとは相手の期待に応えないとかね。そう、例えば親とかから20代の人に結婚とか、その動画の冒頭でお話したように、そういうようなとか、会社員として公務員として安定した職についてとか、家とか車ローンで購入とか、それはあなたが勝手に僕たちの人生に求めていることであって、ただそういうふうに言う通りに従ったとしても、あの親の指定する会社に入ってハラスメントを受けるのも、面倒な作業を引き受けるのも親じゃなくあなた自身なんですよ。どうでもいいやつと結婚して子供を産んで育てるのもあなた自身なんですよ。家とか車のローンを支払い続けるのも親じゃなくてあなた自身なんですよ。だからこそ、なんだろうね、あのその責任を取ってくれるのは誰かっていう、アドラー心理学の嫌われる勇気でも書いてあったような、課題の分離ってやつね、課題の分離ってやつですね。勉強しなかったらその子供自体が将来痛い目見るよっていうだけの話で、なんだろうね、あなたの言うことに従う意味ってありますかって、従う義理ってありますかって話なんですよ。自分がやりたくなかったら別にやらなくていいわけなんですよね。相手は勝手に期待して失望していくわけなんですけど、それはあなたが勝手に思っていただけで、自分は自分の人生生きたいのでって話なんですよ。ああすいません、あなたの期待には応えられません、ではさよならっていう風に言えばいいわけなんですよね。結局自分を犠牲にして誰かを幸せにしようと思っても長続きしませんからね。自分の空腹を我慢してパンをあげてたらいつか共倒れになりますからね。あの東京グール皆さん、あの見たことありますか？東京グールで金木くんが、主人公の金木くんが拷問を受けるシーンがコミックの5巻ぐらいにあるんですけど、自分のお母さんがね、走馬灯を見るんですけど、自分のお母さんが母子家庭の元で金木くんを育ててくれていたわけなんですけど、金木くんのおば、金木くんのお母さんのお姉ちゃんかな、お金を無心されて、もう貧乏でお金ないにもかかわらず無理してパートを増やして、お金を増やして、あの収入源を増やして、お姉ちゃんにもお金を渡していたわけなんですよ。だったら過労で死んじゃって金木くんは一人になっちゃったわけなんですよね。そういうふうに自分を犠牲にして誰かを助けようというふうに思った結果、自分の息子も、あの自分の姉も助け続けることができなくなってしまった。だから母親の選択が間違っているっていうふうに金木くんは気づいて、大事なものを守るためには誰かを犠牲にする必要がある、誰かをあの踏みにじるというか、自分の大事なものを守るためには誰かと戦う必要があるっていうふうに金木くんが覚醒するシーンがあるわけなんですけど、そんなふうにね、やっぱり自己犠牲っていうのは確かに美しいかもしれないですけど、重要なのは助け続けることなんですよね。で僕たちは、なんだろうね、繰り返しになるんですけど、人間の手の届く範囲って限られてるわけなんですよ。人間は自分の手の届く範囲しか変えていけませんからね。その中で全ての人間を幸せになんてできないわけなんですよ。全人類を幸せになんてイーロン・マスクとかでもできてないわけなんですよね。あとジェフ・ベゾスとかアマゾン作った人とかでもね。そんなにもかかわらず僕たち一庶民ができるわけないじゃないですか。とか今世の中に現存、あの存在している人類を全員飢餓とか戦争とかから救ったとしても、今後生まれてくる人類全員を救い続けることなんてできますか？できないでしょ。だからまずは僕たちは自分の身の回りの人たち、自分の大事な友人とか家族とかを幸せにして、みんなが自分の身の回りの家族とか友人を幸せにしたら、あの世界中の中で孤独に苦しむ人は少なくともいなくなるじゃないですか、みたいな風にできる限りのことをしていきませんかって。だからそのうぞうむぞうたちの顔色を伺って、彼らの言う通りに従って自分の身の回りの大事な人たちをないがしろにするのって悪手じゃよありんこじゃないのって話なんですよね。どうでもいい人との飲み会とかに時間を使うと、残りの人生で家族とか親友と過ごせる時間が減るわけなんですよね。で次にある名言とかで、悪い人間関係捨てるっていうのもあるんですよね。これ確かになって、さっきの飲み会とかもそうなんですけど、その気を使うだけの人間関係って何かメリットありました？すぐ切れる人とかさ、いつも不機嫌な人とかさ、この人と一緒にいると気使うわって人いるじゃないですか。その人と無理に関わって何かメリットありました？俺はないなって。そんな時間があるんだったら、もっと気楽にあのお互いにメリットある成長できるような人たちと関わる時間を増やしたいなっていうふうに思うんですけど、繰り返しになるんですけど、僕たちに残された時間って限りがあるわけなんですよね。しかもいつ死ぬか分からないわけなんですよね。ひょっとしたら俺もこの動画を撮影している最中に心臓が止まって死ぬかもしれないし、皆さんもこの動画を聞き終わったところで死ぬかもしれないわけなんですよね。俺も今日が人生最後の日だったら何をするだろうっていうふうに毎朝考えるし、
この人と会えるのが今日が最後かもしれないっていうふうに思って人とコミュニケーションを取ってるわけなんですよね。そういうふうに自分も相手も大事にっていうふうに、そして自分の時間を大事にっていうふうに考えてるのが俺の日頃のポリシーなわけなんですけど、だからこそ相手のことをないがしろにする、尊敬やリスペクトを全く持っていない、尊敬やリスペクトって意味一緒じゃんって話なんですけど、尊敬の心とか相手を尊重する気持ちとかは全くないような人間とは関わらないようにしてるわけなんですけど、テストステロンさんもそれを言ってて確かになっていうふうに思ったんですよね。そして我慢をやめる、これも非常に重要なんですよ。まあダイエットしてるけどお菓子を我慢するのをやめる、バクバク食うっていう意味じゃなくて、自分の心の声に蓋をするのやめましょうっていうふうに言ってるわけなんですよね。誰だって幸せになる権利があるわけなんですよ。自分を犠牲にするのやめましょうっていうふうに、自分の幸せを第一優先していいんだよって、というかあなたが自分の幸せを第一優先しなかったら誰があなたの幸せを第一優先してくれるのっていうふうにこの本では言ってるわけなんですよね。まあ確かになっていうふうに思いました。ちょっと一旦水飲むんですけど、俺も水を我慢するのやめますね。いや本当な、我慢良くないよ。膨らんだ風船はいつか破裂しますからね。溜まったダムはいつか決壊しますからね。やっぱり正直に生きないとね、誰のための人生なのっていうふうになっちゃうし、後悔するのやめようっていう言葉もあるんですよね。で、後悔したって何も変わらないわけなんですよ。反省はしましょうっていうふうに言ってるわけなんですけどね。ああ自分あの時こうしておけばみたいなふうにね、何回も同じことを繰り返してしまうことあるじゃないですか。だったら同じ過ちを繰り返さないために何ができるのかっていうふうに対策して行動するっていうのが重要なんですよ。自分はなんてダメなやつなんだっていうふうに自分を責める人とかいると思うんですけど、俺もそういう完璧主義な傾向とか昔あったんですけど、これやめましょうって話なんですよね。っていうのも、例えば皆さんがダイエットしようっていうふうに思ったけど、今日こそ筋トレするぞっていうふうに思ってたのに筋トレをサボってお菓子をバクバク食いましたとか、今日こそ勉強するぞっていうふうに思っていたのに YouTube をダラダラ見てて時間潰しました、甘さえ大の助怠惰な自分を変える方法とかいう早口な割に中身すっぺらいことしか言ってないような人間の動画を見て休日を潰してしまったって、しかも高評価とチャンネル登録と最高ですというコメントを書いてしまったっていうふうになるじゃないですか。なってると思うんですけど、そういう時に自分はもう変わろうっていうふうに思ってたの変わらなかった、なんてゴミクソ人間なんだっていうふうに自分を責めちゃうと、翌日以降良い習慣がより継続できなくなっちゃうんですよね。運動イコール自分をゴミクソ人間なんだとか、勉強イコール自分をゴミクソ人間なんだっていうふうに自分を責める方程式が出来上がってしまって、人間はネガティブを避けるから、だから勉強とか運動とかを避けてしまうようになるわけなんですよね。そしてこれだけ自分のことを責めたんだから、もうこれ以上このことについては考えなくてもいいよねっていうふうに自己正当化しちゃうわけなんですよね。本当に自分の将来のこととか反省してることを示すんだったら苦痛を伴うけど、自分はどういう状況の時にサボってしまったのか、それを繰り返さないために何をしたらいいのかっていうふうに辛くて苦しい痛みを伴う現実と向き合わなきゃいけないわけなんですよね。でくよくよしたところでその人生変わらないわけなんですよ。それよりも人間は今この瞬間しか変えられないわけなんですよね。今この瞬間に集中し続けたら理想の未来の世界線に近づけるっていうだけの話なんですよね。で、過去にとらわれることって2回損してるわけなんですよ。もちろんそのなんか失恋しましたとか、なんか仕事でミスしましたっていう時はその時失敗する、その時へこむじゃないですか。ただそこで早く気持ちを切り替えておかないと、その失敗を引きずってまた新しい失敗を生み出してしまうわけなんですよ。人間関係のトラブルだったりとか、また仕事にミスだったりとか増えてしまうわけなんですよね。まあそんな偉そうなこと言っておきながら、俺2ヶ月ぐらい前にした失恋をまだ引きずってるわけなんですけどね。だから理性で分かっていても感情では乗り越えられないこととかもたくさんあるかもしれないけど、ただ例えばあの時こうしておけばっていうふうに思うんだったら、例えば俺の失恋の話だったら、あの時こういうコミュニケーションを取ったのが良くなかったのかなとか、自分の魅力が足りなかったんだろうな、だったらもっと日頃から筋トレだったりとか、その本を読むだったりとか、相手の気持ちに寄り添うためになんか小説を読むだったりとか、もっと日頃からできることとか、自分の魅力を高めるためにピアノをもっと上手くなるだったりとか、そういうようなこととか、自分の経済力を高めるためにつけるために、例えば副業をもうちょっと一生懸命頑張るとか、できることあったかなっていうふうに、できることあるかもしれないし、同じようなことがないように日頃からそれらを習慣化して頑張ろうみたいなふうに未来につなげることっていうのが重要なわけなんですよね。ただただ過去を振り返って自分を責めるっていうのは、それただの現実逃避なんですよって、実は自分に厳しいんじゃなくて自分への甘えなんですよって話なんですよね。まあそれはやっぱり痛みの先に変化が、成長があるわけなんですよね。苦しいと思うけど現実と向き合っていきましょうっていうのと、あとは正しさをやめるっていうのはね、絶対的な正義なんてないよって話なんですよね。立場とか見方が変わったらその人にとっての正解が変わるわけなんですよ。例えばロシアとウクライナの戦争だって、ロシア人たちからしたらロシア兵は英雄だし、けどウクライナ人たちからしたらロシア人は敵なわけなんですよね。
みたいな風に、人それぞれ正解は違うわけなんですよ。で、無理やり相手を論破しようとするから余計な争いが起きるわけなんですよね。俺もなんだろうね、この動画をここまで聞いていただいている皆さんって、俺と同じように自分に才能がないって分かっていても、自分の生活を変えたい、だから行動したいっていう風に、けど何をしたらいいのか分からないっていう人たちが集まってるのかなっていう風に僕は勝手に想像してるんですけど、合ってますか？そんな話はともかく、なんだろうね、全ての人間が努力しろっていう風に俺は思ってないんですよ。別に会社にしがみついてダラダラと甘い汁をすすって毎日死んだ顔して人に言われたことだけをやる、自分の人生の責任を誰かに丸投げして、それで週末はビールを飲んで周りと傷口の舐め合いをして、ただただ年老いていく、周りと同じようなことをして変わり映えのないようなことをして年齢を重ねていく、そういう普通で平凡で面白みのないような人生を送りたい人たちは、別にそういう風にしたらいいんですよ。別に全ての人間のお尻を叩いてさあ動け動けなんて思ってないんですよね。この状況から這い上がりたい人に対して、俺は這い上がってる途中だから一緒に戦ってくれないっていう風に言ってるだけなんですよね。この大之助対談の自分を変える方法ってチャンネルは、大之助と一緒に人生変え戦う、一緒に皆さんと成長していくチャンネルなわけなんですよね。だから別にそのつもりがない人たちに対してわざわざ手を差し伸べる必要なんてないし、皆さんも変わろうと思ってない人たちに無理やり手を差し伸べる必要ないですよ。愚か者を説得して変えようとして自分の貴重な時間を浪費することを浪費してる僕たちもまた愚か者ですからね。だって僕たちが子供の頃とかって親とか先生に説教されてる時に、説教のことうわーありがたいなというふうに思って聞いてました。うわなっけーな、早くこの説教終わんねえかなみたいなふうに思ってませんでした。バジ豆腐って言葉もあるけど、本人が聞く気がなかったら結局何も変わらないわけなんですよ、周りがどれだけ言ってもね。だからこそ俺たちも誰かを論破したところでその人の恨みを買うだけだし、あそういう生き方の人もいるんですね、だからそういうあなたみたいにつまんない言い方をしている人たちは、そういうつまんない人たちと一緒につまんない人生を送ってください。自分は違います。他の、楽しい人たちと楽しい人生を送っていきますっていうふうに、静かに分断されていけばいいんですよ。わざわざ、自分がさ、蚊に刺されるのが嫌だからって、世界中の蚊を根絶しようと、ペチンペチン叩いて、全国を行脚しますか？しないでしょ。公園とか海とかいろんなところに行って、蚊を絶滅させようとしますか？しないでしょ。というかできないでしょ。それよりも自分の寝室とか自分や自分の家族がいるところに蚊取り線香とかアースノーマットを焚いて快適な空間を作りますよね。それと同じなわけなんですよ。全ての人間が自分の意見が世の中で最も正しいなんていうふうに思ってる時点でおごり高ぶってるわけなんですよね。そもそもこんな地球の東の果ての国でさ、義務教育を終えた程度の人間が世の中の全てのことを理解できてるわけないじゃん。知識の量で言ったらチャット GPT とか Google の方が圧倒的に人間よりも賢いわけなんですよね。だからこそ、自分が世の中で最も正しいというふうに思うんじゃなくて、そして相手が最も正しいというふうに思うのもやめて、例えば皆さんだって人によっては誰か盲信してる人がいますよね。メンタリスト大吾さんとか堀江貴文さんとか中田敦彦さんとか成田悠介さんとかいろんな賢い人たちとかいると思いますけど、この人が言うことは最も正しい、全部正しいっていうふうに思うのはそれこそリスキーですからね。人は誰だって間違ってることも正しいこともあるし、長所だって欠点だってあるわけなんですよ。だからそれらを含めてこの人は全部何をやっても正しいんだっていうふうに思うのって、それはそれで思考停止してるんですよ。だから僕たちの嫌いな人の中でも学べることもあるし、逆に尊敬できないこともあって、それは反面教師にすればいいし、こいつ性格悪いけどこういう能力高いんだよな、だから会社で評価されてるんだよなとか、そういうふうに相手の嫌なところだけじゃなくていいところも見るっていうふうに、で逆にこの人いい人だけど頭ごなしに全て良いっていうふうに判断するのはまだ早計だよな、早いよなみたいなふうに、やっぱり、ひねくれ者の考え方じゃないけどクリティカルに批判的に物事を鵜呑みにせずに捉えるっていうのが重要なんだよっていうふうに書いてあったわけなんですよね。いやそこまでは書いてなかったかもしれないけど、俺は そういうふうに解釈したんですよね。あと恨みの感情を捨てるとかね、これもその怒りの感情を捨てるとかと似たようなもんなんですけど、やっぱり繰り返しになるんですけど、苦しいこととか辛いことがあったとしてもそれをさっさと処理しておかないと未来の自分がずっと苦しむわけなんですよね。例えば俺もそのいじめられっ子だった頃の話とかも今でもたまに悪夢で見るわけなんですよ、10年以上前の出来事なのにね。ただじゃあいじめっ子たちに復讐したいかというと別にそうでもないんですよね。ナルトのサスケじゃないけど、復讐をしたところで、例えば日本でその人を殺したところで、自分がそんな自分のことを虐げてきたゴミみたいなやつらのせいで自分が刑務所生活を送らされるなんて、それこそ報われないじゃないですか。それよりも
誰かを崖に落とすんじゃなくて、自分が山にも登ってあいつらがたどり着けないところで悠々自適に茶を飲みながら、あ、下々のやつらが頑張ってんなって、あの、なんだろう、あの時は俺が下だったのにお前らずいぶん下にいるなみたいな風に優雅にティータイムをすることの方が自分の人生まだ満足できませんって話なんですよね。それになんかしょうもないやつらのせいで自分の未来が、貴重な時間が無駄になるのって、例えば自分の大好きな人、自分 の好きな異性とか自分の家族とかと自分の友人たちと楽しい時間を過ごしている時に、その嫌な奴らの顔がちらついて、そのせいで目の前の大切な時間を集中できないっていうのは非常にもったいないと思いません？だからこそ自分のためにもしょうもない奴らのことを許す。まあまあ彼らは愚かだから、器が小さいから、脳みそが小さいから、ああいうような行いをしてしまったんだな、まあ下々の人だったらそういうことをするだろう、仕方ないなっていうふうに思うこと、過去にとらわれないことっていうのが重要なわけなんですよね。まあそれに許せなくてもいい、せめて忘れようって話なんですよ。しょうもない人間に時間を使うことほど無駄なことはないよって話なんですよね。だからこそ俺もなんだろうね、しょうもない人間と関わったらやっぱそういう人間に時間と脳細胞を使うのもったいないから、あ、こういう人もいるんだ、こういう場所には行かないようにしようっていうふうに、まあ、ルール化をしておくとやっぱストレス減るんじゃないのかなっていうふうに思いますね。あとは嫉妬の感情を受け入れるとかね、嫉妬っていうのはよく使うと自分の人生を変えることができるわけなんですよね。嫉妬っていうのは自分が欲しいものを明確にしてくれるわけなんですよ。例えば皆さんがお金持ちに嫉妬してるんだったら、あなたはお金が欲しいっていう話だし、すごいモテてる人がいたら自分はモテたいっていう何よりのおかしだし、俺は例えばメンタリスト DAIGO さんとか中田敦彦さんとか、賢い人、話すのが上手い人とか、自由に生活できてる人、自分の思い通りにその生活を獲得できている人が、すみません、ゲップ出ちゃいました、いいなっていうふうに思うし、そして何より自分の心に正直に従っている人、正直に従って生きている人がかっこいいなっていうふうに思うんですよね。それこそ堀江貴文さんとかもそうなんですけどね。だったら僕ができることっていうのは、彼らみたいに勉強すること、そしてアウトプットすること、周りに何と言われようが自分の理想を貫き通して、自分の正義を貫き通して、自分のやりたいことに没頭すること、それが僕の憧れている人たちに近づいて追い抜いて追い越すための方法なのかなっていうふうに思ってるわけなんですよね。みたいな風に嫉妬の感情をうまく使って自分のやりたいことを明確にするっていうのも本に書いてあって、確かになっていうふうに思いましたね。あとはストレスの原因を捨てるっていうね、例えばその習慣化の話とかにまた戻るんですけど、運動を習慣化したいっていうふうに思うんだったら、お菓子とかそのビールとか不健康なものをもう家の中から排除するだったりとかね、勉強に集中したいっていうふうに思うんだったら、テレビとか何だろうね、漫画だったりとかを視界に入れないだったりとかね、俺も今目の前に姿見があって鏡があって、スタンディングデスクの上に本とスマホを置いている状態で喋ってるわけなんですけど、誘惑源が全然ないわけなんですよね。まあスマホは危険だけどね、っていうふうに何だろうね、人間の意思っていうのは脆弱だから、一回ぐらいは誘惑に抗えるかもしれなくても、お菓子が目の前にあったらまた食べるか食べないかの二択が始まるわけなんですよ。だったらコイントスを永遠に続けて表が出ないかどうかっていうのをかけるようなもので、それで絶対いつか表が出るじゃないですか、みたいな風にその誘惑源が視界にあると絶対に負けるゲームに参加するってハメなんですよね、ハメになるわけなんですよね。まあちょっと話変わるけど、社畜を続けることも絶対に負けるデスゲームに参加し続けることだと俺は思ってるんですけど、自分の心を押し殺し続けなきゃいけないからね。だからそのクソゲーから降りるために僕たちは副業とかして自分の人生を自分 で手に入れるため、取り返すために未来にかけていきませんか、自己投資していきませんかっていうふうに言ってるわけなんですけど、そんな話はともかく、やっぱりストレスの原因を変える、自分の根性とか気合に頼るんじゃなくて、環境を作ること、自分をコントロールすること、自分をなんだろうね、客観的に見て、そのストレスの原因とか誘惑の原因とかをそもそも自分の脳に与えない、刺激を与えないっていうことが重要なんじゃないのっていうふうに書いてあって、確かになっていうふうに思ったんですよね。そして次の言葉結構いいなっていうふうに思ったのが、人格否定する人から逃げるって、たとえ親だろうが自分の自尊心を削ってくる人とは関わらない方がいいわけなんですよね。まあもちろん俺も自分の親に感謝してるけど、やっぱ誰だって兄弟とか親とかからひどいこと言われて傷ついたことってありますよね。だからこそなんだろうね、例えば自分の親友だった人だろうが自分の親だろうが他の人間なんだから、その自分が無理してまで付き合う必要なんてないわけなんですよ。自分が命を落としてこの人を守りたいとかいうふうに覚悟を決めてるんだったらともかく、そうじゃないんだったらあなただけの人生なんだから、このテストステロンさんも言ってるし、俺も声を大にして言いたい、皆さんは自分のことだけを持って生きていればいいんですよ。まずは自分の器を幸せでいっぱいにして、その余った余剰分で誰かを助ければいいよだけの話なんですよ。だから自分を幸せにできてないのに他人を幸せにできるはずないんですよね。自分のことを虐げてくる人たちっていうのは、例えば親だろうが自分のことを大事に思ってないわけなんですよね。
自分を飾るアクセサリーとかいうふうにしか持ってないんですよ。だから安定した企業に自分の子供は入っている、そういうふうに立派な社会人として子供を輩出した自分は立派な人間だ程度にしかあなたのことを思ってない人間はあなたの人生にとって重要ですかって話なんですよね。他の話で飲み会とかの誘いは断りましょうって俺しょっちゅう言ってるんですけど、飲み会嫌いだって話とか、飲み会とかの誘いをした時に誘われた時に断って相手がブチ切れてくるようならそいつは友達じゃないよって話とかしてるんですけど、例えば皆さんが自分の友達に飲み会とか誘った時にごめんその日用事あるっていうふうに断られて、皆さんはどうします？あ、分かったっていうふうになりません？ブチ切れたりとかしないでしょ。なんで来れねえんだよみたいな風にブチ切れてくるってことは、とかその日なんか用事あんのみたいな風になんかデリカシーのないやつとか聞いてきますよね。別にじゃあ用事の内容次第ではその用事を断ってお前のとこ行けって言ってんのかっていう風に俺は腹立つんですけど、無神経だなっていう風に思うんですけど、その断った時にブチ切れてくるってことはお前は人数合わせの俺にとって都合のいい駒だという風に思ってたのになんで言う通りにならねえんだよっていう風に言ってるようなもんなんですよね。だからこそ相手切れてくるわけなんですけど、そんな人ってあなたのことを都合のいい駒としか持ってない人ってあなたの人生において重要っすか？重要じゃないよねって話なんですよね。だから人格否定をする人間からは逃げましょうって話なんですよね。逃げることは戦略的撤退は悪いことじゃないんですよ。もちろん人生は逃げちゃダメな時だってありますよ。碇伸二君じゃないけどね。でずっと逃げ続けていたら壁にぶつかってその度に壊したりとか乗り越えたりとかせずに反対方向に走っていたら進撃の巨人の冒頭みたいに狭い壁の中で生きていかなきゃいけないっていうことがあるから、いつか人間は戦わなきゃいけないですよ。だけどブラック企業の中で頑張り続けたとしてもそこで戦い続けても先はないじゃないですか、みたいな風にその上手に方向転換する、全力で走ってみてあこれ無理だなっていう風に思ったら、とか自分はこれ続けられそうにないなっていう風に思ったら見切りをつけるっていうこともやっぱ人生を豊かにする上で重要なんですよね。俺も結構真面目な方って言われること多いんですけど、例えば俺みたいにその真面目な人とかほどとか周りの目を気にする人とか周りの人たち自己犠牲をする人たちほどそういう罠とかに陥りやすいんですよね。自分をもっとちゃんとしないとって自分を責めちゃうこととか多いんですけど、その人格否定してくる人たちとかにの言うことを真に受けなくていいですからね。言ってくるやつが異常なだけであってね、俺もパワハラ受けたこともあるしね、わかるんですけど、で他にそのコントロールできないことを受け入れるっていう言葉の中で全力を出した自分を受け入れるとかね、まあ別に失敗していいんですよ。失敗したということは挑戦したという何よりの証だし誇っていいんですよ。胸を張っていいわけなんですよ。で失敗したことイコール失敗したから自分はもう何をやってもダメだっていうわけじゃないですから、ね、失敗と自分は別ですからね。そもそも俺たち赤ちゃんだった頃何もできなかったじゃないですか。だけど自分でおしめもご飯を食べることもできなかったわけなんですよね。少しずつ日本語を喋れるようになって歩けるようになって転びながらも自転車に乗れるようになって遠くに行けるようになりましたよね。つまり人間っていうのはたくさん失敗することで学習するように成長するようにデザインされた生き物なんですよね。けど僕たちは15歳を超えたぐらいから失敗することって恥ずかしいよねみたいな風に思うようになってなっちゃったと思うんですけど、失敗をやめることイコールその人間の学習のプロセスを捨てるということ、要するに猿に戻るってことですからね。それぐらいその進化を成長をやめるということ、失敗するのをやめるということは成長するのをやめるっていう何よりも愚かなことなんですよ。だから失敗する人たちは嘲笑う人たちっていうのはそういう石を投げてる人とかしょうもない人たちいるじゃないですか。彼らは勝手に人生の坂道を転がり落ちていくから別に放っておけばいいわけなんですよね。自分の人生に集中しましょうって話なんですよ。失敗している時点であなたは10年後笑ってますよって、あいつらは泣いてますよって、自分の人生にね絶望してますよって話なんですよね。そういう人たちとはもう関わらなくていいし、一生懸命やってたらそいつらと一生関わらなくていいような世界線が待ってるから、このまま失敗していいよって、少なくとも俺は全力を出して失敗した皆さんを褒めたいなっていうふうに思います。俺もそうやっていろんなことに挑戦して失敗していきたいなっていうふうに思いますしね。そして矛盾を受け入れるって、そのこれも正しさとか同じなんですけど、正義なんて人の数だけあるわけなんですよね。自分の人生を豊かにする上で全力で生きることは重要だけど、生産性を高めるためにちゃんと寝るとか休息を取ることも重要だ。どっちも正しいじゃないですか。だからこそ状況に合わせてその自分にとって都合のいい言葉を選んでいくというか、まあ無理に相手を論破する必要だってないしね。例えばそれこそスポーツとかだって人によってはアドバイスが全然違うじゃないですか。こういうフォームの方がいいよとかで逆のスイングをした方がいいよとか、なんだろうね、右足に集中した方がいいっていう人もいれば右腕に集中した方がいいっていう人もいたりとか、
どっちにしたらいいのっていうふうに思うかもしれないけど、両方試してみて自分の中でしっくりくる方をやってみたらいいんですよ。分岐点でどうしたらいいのっていうふうに悩んで、どれも選ばずに老化していくよりも、どれか選んで間違ってたら引き返せばいいし、そのとりあえず道を選んで進んでみるってことが重要なわけなんですよね。だから世の中っていうのは、まあおかしいような、ついつまが合わないようなことだらけなんだよって、黒か白かじゃなくて灰色でできてるんだよって僕のヒーローアカデミアでも言ってたと思うんですけど、そういうような考え方が重要なわけなんですよ。そういう不安定を受け入れるということも重要なわけなんですよね。例えば公務員とは一生安泰、そんな時代なんて僕たちの親世代とかでとっくに終わってるわけなんですよね。まあ確かに安定して給料はもらえるかもしれないけど、まあ郵政民営化って郵便局員が民間企業になったのと同じように、安定してそのなんだろうね、ずっと働いていけるか、安定して公務員として生きていけるかっていう言われると、それも疑問が残るし、そもそも人間の幸せって挑戦と人間関係の充実と、そして健康、この3つで決まるわけなんですよね。自分の健康を害して長時間労働したりとか、自分の家族と親友、家族や親友と過ごせる時間を削って飲み会に行ったりとか、自分の好きなことができない、言われたことだけこなす生活って、自分人間の幸せの3つの要素を全く満たしてないわけなんですよね。だから安定して給料をもらえても、安定して生きることができても、それが安定した幸せかっていう、そういう疑問が残るわけなんですよね。で、そうなんだろうね、変化できないものはどんどん滅んでいくっていう適者生存とか自然淘汰っていう考え方もあるし、人間はどれだけその怖がっていたって、どうせ老化して体が変わっていくわけなんですよね。で、僕たちがどれだけ恐れていても、 AI はどんどん進歩していくし、テクノロジーはどんどん発展していくわけなんですよね。だからこそ新しいものを学んで変わっていかないと、それこそそのファックスを未だに使うようなおじいちゃんだったりとか、なんだろうね、おじいちゃんおばあちゃんだったりとか、そのキャッシュレスに対応できてないおじいちゃんおばあちゃんとか、若い世代たちにその尻拭いをさせている老害になっちゃうわけなんですよね。俺は絶対にそうはなりたくないなっていうふうに思うんですけど、ってなったらやっぱり僕たちは学んでいくしかないわけなんですよね。そして不安定の先に成長があるわけなんですよ。やっぱり僕たちは順風満帆な人生を送ってるってことは、何にも挑戦してないっていうことと同義っすからね、同じ意味っすからね。僕たちは快適な環境から出るからこそ変化だったりとか痛みとかが発生するわけなんですよね。旅行だってそうじゃないですか。何回旅行の例えするんだって話なんですけど、そうやって自分の知らないところで不安とかストレスと立ち向かいながらも、例えば人前で発表するだったりとかね、俺はこうやってそのマインドマップ作って喋るだって、やっぱ不安とかあるわけなんですよ。さっきから A 棟とか A 棟とか何回も言ってるしね。で、なんかまたコメント欄でネクラな危機管理って言われるんじゃないのかとか、そういう恐怖とかと戦いながらこうやって喋るわけなんですよね。ただそうすることによって、人と話す時の恐怖心が減ったりとか、論理的な思考力とかトーク力だったりとか身についたりとか、やっぱり人間は痛みの先にこそ成長があるわけなんですよね。だから不安定だっていうことは別に悪いことじゃないわけなんですよ。そうやって人間はストレスを慢性的にブラック企業とかで受けるストレスじゃなくて、自分で筋トレをするだったりとかね、野菜を食べるだったりとか、サウナに行くだったり、やっぱ人間が成長するためには適度なストレスが必要なわけなんですよ。筋トレするからこそ筋繊維がちぎれて、そして腸回復によって筋肉がより発達していくわけじゃないですか。で、サウナでめちゃくちゃ暑い環境から冷たい環境に行くことによって、体温のその温度変化が激しいからこそ、人間の体がびっくりして免疫機能を高めてくれて病気になりにくくなったりとか、野菜とかブロッコリーとかもフィトケミカルとか、あとなんだっけ、なんかいろんな名前、バイオフィリアじゃないな、名前忘れちゃったんですけど、いろんな免疫システムとかがその体にとって若干の毒なんですよね。で、その毒が虫とか草食動物に食べられないように、野菜とか毒を持ってるわけなんですけど、その毒によって、この毒に対応するための力を身につけようっていう風に体の中でアップデートされていくから、人間の体は病気になりにくくなったりとか、強靭になっていくわけなんですよ。あとプチ断食とかもね、空腹に耐えることによって人間のもともとある体内の自浄作用が働いて老廃物を排出してくれたりとか、アンチエイジング機能が働いたりとかするわけなんですよね。だからこそ人間は不安定だからこそ安定した人生を歩んでいけるわけなんですよね。とか、裏切りを受け入れるっていうことも、これなかなか確かにね、言えてみようだなっていうふうに思ったんですけど、人間はやっぱ自分が一番可愛いわけなんですよね。だから裏切られたっていうふうに思ってても、自分が何も提供できてなかったら、その相手は離れていくよって話なんですよね。例えばそのカップルでさ、暴力を振るっているパートナー男がいたとして、だったら女の人離れていくの当然でしょ。だって相手からしたらメリットがないんだから、みたいな風に、そこっちからしたらなんで俺を見捨てるんだっていう風に思うかもしれないけど、いやいやいや、それは客観的に見たら、あなたが一方的に自分の快楽を相手に押し付けているだけであって、相手は全然対等だと思ってなかったんだよって話なんですよね。親子関係だろうが、友人関係だろうが、恋人関係だろうが、職場の上司部下の関係だろうが、どっちかが我慢し続ける関係っていうのは長続きしないですからね。
その毒親だって、もう毒親嫌だっていうふうに思ったら子供は出ていくじゃないですか。親の言う通りなんて従わないじゃないですか。で、親は裏切られたっていうふうに思ったとしても、いやいや、それはずっとあなたが子供を虐げていたから、その末路は仕方ないでしょって、その結末は仕方ないでしょって話なんですよね。で、なんだろうね、まあ世の中は全部見返りとかを考えたらいいってわけじゃないけど、相手にメリットを与えてなかったら、それは相手も離れていくよって話なんですよね。相手にだからこそ、俺は人と会うとき、自分がこの人と会うのは今日が最後かもしれないっていう話したと思うんですけど、同じように自分はこの人に何を与えられるだろうって、自分相手の悩みはちゃんと聞こうだったりとか、そういうふうに思うこととかっていうのがやっぱ相手に伝わるわけなんですよね。そうやって長期的な関係ってできていくし、相手をアッシー君として使うとか、その相手に対して例えばパシらせたりとか、焼きそばパン買ってこいやとか、そういうふうに言ってる人間と付き合いたいですかって言われたら、絶対付き合いたい人なんていないでしょ、よっぽどのド M じゃない限り、みたいな風に、僕たちはお互い対等な関係じゃないと、やっぱその人とは一緒にいたくないわけなんですよね。だから裏切られたっていう風に思うってことは、結局相手にとってメリットを自分は与えられてなかったんだなっていう風に思いましょうって話なんですよね。そして友人を失うことを受け入れようって、これもやっぱその動画の冒頭で言ったように、努力してない人っていうのはやっぱずっと冷凍保存というか現状維持なわけなんですよね。で、人間は成長したら付き合う人間関係が変わる、人生のステージが上がるわけなんですよね。例えば俺もこうやって読書とか睡眠とか運動とか副業とかいろいろやってるにあたって、地元の同級生とかたまに会った時に、ダイナスケってさ、意識高い系の痛いやつだよねっていう風に言われて、俺傷ついたんですよね。ただまあ彼は、なんだろうね、まあ幼少期からスポーツもできたし、トークも上手かったんですけど、ただまあ気持ちはわかるんですよ。俺はそのいじめられっ子だったし、スクールカーストの最底辺だった人間がいろんなことを努力して、なんか頑張って成長してったら、何も努力してない自分が際立つじゃないですか。その自分を納得させるために、意識高い系のやつは痛い、だからお前は努力すんな、みたいな風に必死に押し付けて、自分の世界の中、自分の世界の影響範囲を広げようとしてるんだなって、自分が頑張るんじゃなくて誰かを蹴落とすことで自分のメンタルを落ち着かせようとしているんだなって、まあ自分も相手の立場だったらそういうことしてたかもしれないけど、まあ、とはいえ俺は傷ついたことは恨み骨髄にいるじゃないけど、ずっと忘れないわけなんですよね、みたいな風に、でこの人とはもう友達になれないなっていう風に思ったんですけど、みたいな風に、やっぱりね、世の中の人たちは全ての人たちと仲良くすることはできないわけなんですよ。お金持ちたちはのことを貧乏人からしたら妬ましいわけなんですよ。嫉妬の対象なわけなんですよね。で、お金持ちに慣れてる人、貧乏人からお金持ちに慣れてる人たちっていうのは、毎日最低30分は読書したり、毎日最低30分は運動したり、毎日最低7時間睡眠時間確保していたり、毎月最低5時間はボランティア活動に従事していたり、めちゃくちゃ努力家でいいやつらばかりなんですよね。だからこそ人の役に立つようなこともするし、人間としての能力が高まっていくし、誰かに感謝の証としてお金が勝手に集まっていくってだけの話なんですよね。ただそんな身も蓋もない話、僕たち貧乏人からしたら知りたくないじゃないですか。頑張ってる人たちが報われていく、だから頑張ってないお前らが貧乏なのはお前らが頑張ってないからだなんて現実受け入れたくないじゃないですか。けど世の中っていうのは、まあ、残酷でありシンプルなわけなんですよね。頑張ってる人から報われていきやすいと。で、例えば俺のその副業とか自分磨きとかだって、その普通の人たちと会話してたら話が合わないわけなんですよね。読書好きな人とかもいないとかじゃなかったら、なんかそんなに頑張って大変じゃないのみたいな風になるわけなんですよ。いやいや楽しいのにって、食事とか睡眠とか運動とか自分を変えていくことによって思考がクリアになったり、メンタルが安定したりとか、自分の体が引き締まってきたりとか、すごい楽しいのに、はたから見たらそれは理解できないわけなんですよね。っていう風になったら、まあ類は友を呼ぶじゃないけど、やっぱり自分と似た趣味の人たちと集まるわけなんですよ。俺はそうやって自分磨きが好きな人たちと絡むようになるし、やっぱり残念な人生を送っていく人たちっていうのは、酒とかタバコとかギャンブルとか目先の快楽に逃げるわけなんですよね。で、その僕たちの人間の行動とか性格って日頃関わる人たちの影響を受けるわけなんですよ。自分の身の回りの人たちが仕方ないが口癖のつまんない人たちばかりだと、自分もそういうつまんない人間になっちゃうし、自分も一緒に腐っちゃうし、その一方で勉強とか部活とか副業とか一生懸命頑張ってる人たちの環境に自分の身を置くと、こいつら頑張ってるから自分も頑張ってみようかなみたいな風に良い影響を受けることができるわけなんですよ。だから自分の人生変えたかったら、自分の関わる人間関係変えましょうって話だし、自分が日頃取り入れる情報源も変えましょうって話なんですよね。だからなんだろうね、俺の話とかもそういう風に皆さんの意識をちょっとでもプラスの方向に転換できるような話ができたらなって、皆さんにそういう影響を与えられたらなっていう風に思って、日頃からこうやって情報発信とかしてるわけなんですけど、でやっぱりなんだろうね、もう価値観が合わなくなったら人間は変化していくもんですからね。諸行無常だから、幼少期仲良かった人たちとも価値観が合わなくなること、話が合わなくなることだってあるわけなんですよね。そういう時はお互いの幼少期の綺麗な思い出を胸に、もう新しい場所に行くしかないわけなんですよ。
で、もし仮に皆さんが有名人になった時とか、俺が有名人になった時とか、その時に手のひらを返してすり寄ってくる人とかもいるかもしれないわけなんですよね。ただそういう人とはもう人生の関わるステージが違うんだよっていう、そういう話なんですよ。そういう時にだから僕たちは副業とかいろんなことを挑戦する時に後ろ指を刺される覚悟も、そして今の人間関係を失う覚悟も必要なわけなんですよ。俺の好きな言葉で炎弱いずくんぞ広告の志を知らんやっていう 長い漢字だらけの言葉があるんですけど、大きい鳥の視点は小さい鳥には分からないよねっていう言葉なんですよね。だから皆さんが新しいことをやろうっていうふうに思った時に、小さい鳥が耳元でピーチクパーチク言ってくると思うんですよ。けど無視して思いっきり羽ばたけばいいんですよね。あいつらはどうせついてこれないから。そして思いっきり羽ばたいた先で自分と同じように思いっきり羽ばたいた大きな鳥の仲間たちがいて、そこで新しいコミュニティができるから、好きなことやっていいよっていう素敵な言葉なんですけど、それと同じように友人を失っても今のあなたなら、成長したあなたなら、新しい友人、素敵な友人ができるよっていうだけの話なんですよね。っていう風に結構ね、いろんな、あ、結構あるな、もうだいぶ話しましたよね。ちょっと一旦一区切りにしますか。またね、あの他の名言とかっていうのを紹介していきたいんで、何回かに分けてちょっと 4,5 回ぐらいになるかもしれないですけど、このテストステロンさんの本紹介していきたいなっていう風に思います。まあ、皆さんは今回紹介した中で一番印象に残った言葉って何ですか？ぜひコメント欄とかで教えてください。ちなみに俺は、なんだろうね、どれもいいんですけど、全力を出した自分を受け入れるっていうのは結構良かったですね。なんだろうな、失敗したということは挑戦したということ、胸を張っていいっていう言葉がね、結構自分の中に響きました。やっぱりそのストレスの原因っていうのは外部っていうことが結構多いから、その外部に対してどういうふうに自分が受け止めるのかっていう、その事実を自分の色眼鏡で歪曲して、受け止めてしまうと無駄にメンタルへこんでしまうわけなんですよね。だからその受け止め方とか解釈とかっていうのは変えることができるから、その過去をトラウマにするのかがポジティブに解釈するのか、自分の経験するのか、経験として解釈するのかっていうのは僕たち本人次第だから、コントロールできないことで悩むのはやめて、例えばあの辛いこととか苦しいことがあるんだったら、これは成長するチャンスだっていうふうに思い込むとかね、まあ、もちろん思い込みだけで物事が解決するわけじゃないですけど、新しい一歩を踏み出すためのそのきっかけとかになったらいいじゃないですか。僕たちがやりたいことっていうのは自由な生活、幸せに生きることですよね。幸せの思い出をたくさん抱えて死ぬことですよね。だったら部屋の隅っこで三角座りで泣くことよりも、できるだけ経験になることを探す方がいいんじゃないのかなっていうふうに僕は思うので、このテストステロンさんの本非常におすすめです。ということで、また他の言葉とかを次回紹介していきたいなっていうふうに思います。今回は以上。バイバイ。